五代目、岩井久米三郎、六月二十八日昭和二十年四月十三日は、歌舞伎役者。本名は、岩井久次郎。野号は山和屋。縄文は丸二三つ奥義。替え門は、柿津端定治。拝命に演史がある。四代目、岩井久米三郎の子として、東京浅草の花川戸に生まれる。明治二十年八月に、岩井治の丸で、初舞台。 明治28年4月、または29年3月、明治座で4代目、岩井九次郎を襲名。明治39年10月東京座、伊風行列の能姫で5代目、岩井久米三郎を襲名。名大昇進。市村座から後に、四谷の大国座に出る。その後関西に住みつき活躍。晩年は再び東京に戻っている。当たり役は、キャラ仙台萩の正岡や、 八重ぎりくるわ話の、八重ぎり、ぎおんさ進行期、金閣寺の、雪姫など多数。芸ゲーもえ熟じし、そろそろ、岩井藩四郎かと思われた矢先に戦争が始まって、襲名披露工業どころではなくなってしまった。日本の敗戦色も濃くなった。昭和20年4月13日、この日も、米軍の B-29 爆撃機が300機、東京に飛来、この空襲で、 明治神宮を消失した。その夜、五代目、岩井久米三郎はひっそりと息を引き取った。告別式では今更ながらのように、果たせなかった大名跡、九代目、岩井半四郎が追蔵された。ありがとうございます。